完全にビル様インスパイアしてますやん。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。やってきましたね、エペルのユニオンバースデーの詳細もう今回ですね、本当に待ちわびすぎてお迎えしたすぎて、あのねエペルネイルしてましたこれで絶対に早くお迎えできると思う。もうね、意気込みが違うからね。ということで早速詳細の方見ていこうかと思います。ね、ちょっと見てこれ、やばないね、このポーズ見た時に本当にねもうビールおめかしって感じ。もう絶対真似てるじゃん、絶対インスパイアしてるじゃん、もうエペペったらもう本当にもう大好き。はい、で日程の方なんですけれども、5月の5日、こちらの誕生日の前日ですね、16時から、5月の11日14時59分までとなっております。あららら、5月5日さ、祝日じゃないですか。いや、てっきりね、もしかして万が一でも、もしかして誕生日当日にガチャスなるんじゃ、アップで入るんじゃないかななんて淡い期待を持ったら、しっかり前日でしたあー、スタートダッシュできなさそう。なのでスタートダッシュする皆様、本当に応援しております。そして私もすぐに後を追いますもうね、本当にもう何回も言うけど、めちゃくちゃ迎えたいの、今日っていうかもう今回は。だってこんなん迎え入れるしかないだろうはい、でカードの詳細を早速見ていこうかなと思うんですけれども、エペルフェルミエ君ユニオンバースで今回、ディフェンスタイプとなっております。属性が、ムと、キになっておりまして、やだちょっとデュオがフロイド、まあ、予想はしていたけれどもフロイドですよ。やだ、絶対に迎えるという意思がもう絶対、もう絶対の絶対になっちゃうめちゃくちゃ楽しみです、パソストが。てかパソスト云々よりまずビジュアルがいいの、見てこれ、もう何回も言っちゃうけど見てこれ、もうビル様やん、もうポーズがおめかしのあのポーズやん、もうポームったら仲良しってなったから。しかもね、このウインク、史上最強のウインクとはこのことですよ。もうポッケに手なんか突っ込んじゃって、フェルミエンチの毒リンゴなんだからいや、これもなんか全身くまなく素晴らしいんですけど、とびきり素晴らしいんですけど、スタートダッシュできないのが本当に悔やまれる。こんなにもう意気込んでネイルまでしたのに。ということでお送りしてまいりました、ツイステッドワンダーランドエペルフェルミエ君のユニオンバースデーの詳細だったんですけれども、すんばらしいですねもう本当にお迎えしたい。でね、やっぱりスタートダッシュはこの5日だとできなさそう、私仕事ですのでどうにもこうにも休めないので、おそらくね、仕事終わってからの、ガチャになるかと思いまして、動画のアップの方もおそらくその当日ではなくって、翌日か翌々日かと思いますので、そちらの方もご覧いただければ幸いです。ということで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。